世の中のさまざまな値段がどのように決まっているのかを解き明かす値段の方程式です今日のテーマはこちら中古マンション高騰広がるリノベーションですゲストは長年日本経済新聞で世の中の値段に関する記事を書いてきたラジオ日経の解説委員村野貴直さんです マンションといいますと新築の平均価格が東京23区では2年連続で1億円を超えたというニュースもつい最近ありましたよねねそうです、ね、あの相場の牽引役になっているのは都市部のタワーマンションです。 関電不動産開発が7月に販売を発表しましたシエリアタワー南麻布はです、ね、70平方メートル強の 2LDK といった間取りで最低予定価格が2億8000万円を超えています。はい 新型コロナウイルスが5類から移行して1年余り経つわけですが出社回帰の流れになってまして都心部の物件の需要が高まっています一方、その新築の物件がですね供給不足になってまして中古マンションの関心が高ままっています、うん、その中古マンションの価格というのはどのぐらいい上がっているんですか、はい、不動産調査会社の東京官邸が昨日発表した東京23区の中古マンションの9月の 希望売り出し価格は8053万円でしたこれは前の月に比べて3.9%高くなっています10年前の2014年9月の価格はですね4216万円でしたのでこの10年でおよそ倍になった形です まあデータを見ても中古マンションも東京23区で高騰しているということですけれども首都圏全体でも値上がりってしてるんでしょうか、はい、そうですねあのこちらの表をご覧になってくださいあの埼玉県と千葉県神奈川県を含んだ首都圏は前月比2.2%高の4809万円となっています。 ただですねこれ、中身見ますと海外投資家などの需要が旺盛な東京23区に比べますとこの実際に住む実属層がですね、開店となる周辺の3県では相場にはそんなに力強さはありませんまた、個別の県で見ましても千葉県は前の月に比べて1.3%高くなってますが神奈川県は0.2%高ですし埼玉県はマイナス0.1%になってます。 まあ、ばらつきはありますけれども都心の中古マンションはやはりあの人気ということで、はい、そこってやはり価格なんでしょうかそうですねまずは価格ですねやはりその新築マンションより価格が安く抑えられるということですね新築にはちょっと手が届かないけど中古なら買えそうだということもありますと、はい、もう1つはリ,ヌベリノベーションができる点ですね。はい このリノベーションというのはその暮らしに合わせて包括的な改修をして、まあ、機能や価値を再生すするとということなんですねあの似たような言葉にリフォームというのがありますが、はい、これは例えば壁紙ですとか床材の張り替えなどですねこの古くなった部分や表面的な価値 箇所をですねこの回復修復するのをリフォームと言ってまた違うものなんですねあのこのリノベーションによってですねこの新たな機能が加えられるということでこれ一例なんですけど、はい、このこちらの写真のようなですね間取りからですねこのスケルトンと呼ばれるこのまずはいもう全部取りかっちゃうんですねそうですね柱や天井壁などの骨格部分の状態にしますそれをさらに今度理想の間取りに生まれ変わ 変えるということですね、はい、このリノベーションされた中古のマンションになりますともう中身はもう新築と変わらないこの最新のトレンドが反映されています、うん、このリノベーションはやはり価格の上昇にもつながってきているんでしょうかそうですねこのリノベーションの費用が上乗せされているためこの物件価格は高くなります一般的にそのリノベーションにかかった費用に加えて 買取再販業者が10から30%の利益を見込んでいると言われています。これ例えばリノベーション前で8,000万円の中古の物件の場合リノベーション費用に業者の利益が加わると、まあ、1億1,000万円を超えてくるといった感じになります、うん、まあ一方でですね当然費用はまあ自己負担になりますが、まあ、自分の理想をより反映させられるとは言えます。うん また、あ、リノベーションは自分の理想の空間にできるという良さがありますよね,すね。はい。今回は中古マンションの販売、中古マンション選びからですね、そのリノベーションの設計施工までを一括で行う企業を取材してきました。ご覧ください。どうもこんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。訪れたのは表参道にあるリノベルのショールーム。